工場長です。今日は夏休み工作シリーズ第6弾です。6回目の今日は時計を作っていきます。簡単にオリジナルの時計が作れるので、よかったら見ていってください。それではスタート。今回は3種類作っていきます。1つ目は100均に売っているアクリル板のフォトフレームを使います。まず中身の紙を取って、時計の針をつけたいところにマジックで印を書きます。私は端っこの下のあたりにしてみました。印を書いたところに穴あけドリルで穴を開けます。ちょっと難しい作業なので、ここは大人の人に手伝ってもらってください。こんな感じで穴が開きました。そうしたらもう1枚重ねて、同じ位置に印をつけて、それをまた穴を開けます。穴が開いたらフォトフレームとして使う時と同じように、好きな絵や写真を入れて閉じていきます。次に時計のパーツを取り付けます。 DIY ツールが豊富なお店だと取り扱っているところが多いです。今の時期だと夏休みの工作コーナーとかでも見かけます。さっきの穴に通して取り付けていきます。この取り付ける時の金具は全部セットになっているので、説明書に従って金具を入れていきます。最後にシールなどで飾り付けをします。時間が分かりやすいよう、12時、3時、6時、9時のところに大きめのシールをつけて、その間には星のシールをつけてみました。あとは周りにもシールを貼って、針の軸にも貼り付けてみました。これで1つ目完成です。続いて土台はプラスチックのお皿です。スプレーで白く塗ってから使います。マスキングテープをボーダーになるように貼っていきます。デコパージュ液を筆に取って、マスキングしていない白いところに塗っていきます。デコパージュ液じゃなくても木工用ボンドやガラス絵の具など、粘着力があるものなら代用できます。塗り終わったら水色のグリッターを今塗ったところにかけていきます。今回は夏っぽくしたいので、この色にしました。かけ終わったら余分なグリッターを振り落とします。そして最初に貼ったマスキングテープを剥がします。剥がしたところにまたデコパージュ液を塗って、次はシルバーのグリッターを振りかけます。そして余分なやつを振り払います。これで水色とシルバーのボーダー柄になりました。そしたらさっきと同じように時計のパーツを取り付けます。あとは飾り付けです。まずはパールのビーズで時間の印を上下左右4箇所につけて、その間には貝殻のパーツをつけていきます。夏っぽい怒りマークもポイントにつけて、軸には浮き輪をつけてみました。これで完成です。最後3つ目もお皿を土台に作ります。ポンポンをグルーガンで周りを縁取るようにつけます。星のビーズを時間の目印につけて、時計のパーツを取り付けていきます。時計の針の種類もいろいろあるので、作りたいデザインに合わせて考えるのが楽しいです。軸にはユニコーンをつけて、ファンシー系な時計の出来上がりです。ということで今日は時計を作っていきました。自分の好きなものが時計にできるので、よかったら皆さんも作ってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。